苦労様です。今日白熊をご乗車しております。まあ、あの裁判所もですね、私たちこの白熊君を持ってあの裁判に行くんですけど、あの裁判所からですね、まあ、白熊本心では当主じゃないからちょっとあの退席してくれと言われてですね、まあ、やむなくちょっとこの白熊をですね下げたんですが、まあ、この事件はあの白熊も当初原告で訴えた裁判になります。で、まあ、原始の段階で白熊原告部分があったんですが、あの弁論分離って言いまして、手続きを分離されましてですね、白熊だけは先行して判決が出ています。で、白熊の部分については、あ、当事者能力といって裁判をそもそもする能力がないというですね、まあ、あの人権がないというか何というかですね、まあ、そういうことで、そもそも、裁判主体になれないという考え方で、却下の判決が出ております。で、まあ、白熊判決されたので今日は退席をさせられてしまったということですね。で、今回あの原審負けましたので控訴審ということで改めて、この事件を争っております。で、この裁判所の裁判名がですね、あの各生活環境被害調停申請却下決定取消請求控訴事件という非常に長い名前がついております。これはどういうことかと申し上げますと、私たちは実は CO2 の過剰排出が公害であるという考え方で、公害調停を申請をいたしました。これは公害調停というのは公害紛争処理法に基づく調停手続きなんですね。で、これがあの過剰排出によって被害を受けるので、それをなんとか解決してほしいと。で、過剰排出の主な原因というのは日本の火力発電、ですね、これが主な原因である。だから、電力10社および電源開発に対してその CO2 の排出を抑制することを求めた公害調停を起こしたというのがこれの始まりです。で、公害調停の方はそもそも CO2 の過剰排出は公害ではないという理由でですね、却下の決定をいたしました。もう門前払いをしたわけですね。で、それは不当じゃないかということで今回裁判が続いているという中身になります。少しこう回り道がこうあるわけですね。CO2 の過剰排出は公害であるから公害調停の範囲で解決する。しかし、公害等調整委員会は公害のカテゴリーに入らないということで却下、だからそれを取り消すということになります。で、この裁判はですね、まあ、今言った CO2 の過剰排出が公害に当たるかどうかということが正面から争われた裁判ということになります。これはあの環境で公害の概念というものはですね、環境基本法という法律がございまして、環境基本法の中に定めている公害の中に CO2 の過剰排出が含まれているかどうかということにが、まあ、唯一の争点ということになるわけです。このようなタイプの裁判はですね、まあ、当然我が国ではこれまでなかった裁判です。まあ、環境基本法そのものがですね、なかなかこの裁判導入になるというのは通常あんまりないんですね。そういう点で環境基本法のもう基本概念である公害そのものの定義が争われたというですね、我が国 初の裁判ということになるわけです。で、原審はですね、どのように述べたかと、まあ、原審と今回の控訴審は基本的に同じ中身になります。原審は何を述べたかといいますと、環境基本法の中には、まあ、地球環境保全というカテゴリーを設けている。で、地球環境保全の中に、大気この地球温暖化問題、が入っているというふうにまず考えるわけですね。そうするとこの原審はですね、環境基本法というのは CO2 の問題はもう地球環境の問題だと、公害の問題とは違うっていうですね、公害と地球環境の問題との峻別論に立った立場に立って、これは地球環境問題だから公害じゃないというのが原審の基本的な考え方ですし、今回の控訴審の判決も基本的に同じ考え方を踏襲していると言っていいわけです。で、これはですね、私たちはこれについてずっと反論をしてきたわけですね。その主な反論の中身というのは、一口にその公害といっても時代によって大きな変遷をたどっていくというので、このようなその新しい問題、特に CO2 の問題は
過去20年ぐらい前ではですね、本当にこんなことがあるのかどうかわからないじゃないかというような時代であったわけですね。それがだん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 その科学的に解明されて、今やもう必ず起こる、CO2 の過剰排出が大きな気候変動をもたらすということはもう確実であるというところまで認知されてですね、それに関連する法律も整備されているという状態になっているわけですね。つまり CO2 の過剰排出は人の健康や生命身体あるいは生活環境に大きな被害をもたらすものというのはもう国際的な認識であるし、日本の認識でも当然あるわけです。まあ、そうなるとそういう時代の変遷に応じて公害の概念も変化させていいはずなわけですが、今回の裁判所はですね、判決はそういった時代の変遷について、考えていかないという立場を取ったわけですね。公害というのはCO2 の有害ガス、毒物、まあ、判決の中で毒物という言い方を使っているわけですが、毒物でなければいかん、あるいは毒物を生成する物質でなければならないと、まあ、こういうこの概念、考え方で、出していったわけです。で、まあ、こういうふうにして公害と地球環境が違うという概念を出しているわけですね。で、この裁判の構造はですね、まあ、そういう点でですね、少し分かりにくい構造ではあるんですが、大きく2つの議論に分かれます。1つは地球環境問題と公害という公害問題ですね。つまり CO2 の問題は、地球環境問題か公害かの2つの問題は峻別する立場であるかどうかと、環境基本法ははっきり分けるという考え方を持っているかどうかという1つ問題と、それからもう1つは公害という概念の中に CO2 の過剰排出が含まれるのかというですね、2つの議論がですね、やや交錯しながらですね、議論されているというふうにお考えいただいたらいいわけです。で、前者の問題、ですね、峻別論、地球環境問題と定められた以上はもうそっちで考えるべきで公害の領域では考えないというような峻別する考え方というのは、私たちはこれをこの批判しています。今それは申し上げた通りです。その地球環境として、この考えねばならないという、確かにそういう領域はあるわけですし、国際的な協力によって初めて守れるという領域もあると。しかしそうは言ってもですね、一方でだからといって今ある人の被害をもたらすものを公害でないというふうに言うというのはですね、そもそも環境基本法の考えているところではない。環境基本法というのはいい環境を作るためにできた法律なわけですから、重ねてあったって何の問題もないじゃないか、何もですね、2つ定められているから分けるという発想はないじゃないかというのが私たちの考え方なんですね。で、現実問題として地球環境問題の概念の中には油汚染というものを含めています。油濁汚染ですね、海洋汚染というものを含めています。で、これは地球環境汚染だというふうに条文上なっているわけですね。ところが一方でもし海がですね、油によって汚されれば、これは普通環境公害だというふうに普通考えるわけですね。まあ、そういうこともあってそんな分けれるはずがないと、地球環境の問題とそれから個々の公害の領域っていうのは必ず重なる領域があってですね、分けれるはずがないというのが私たちの立場だったわけです。で、今回のこの判決文についてはそのことについては答えていないと言っていいと思います。原審でもですね、この点を主張したわけですが、この点について原審もはっきり言わなかったと。重なっている部分はどうなんだと、現に油汚染はどうなんだと、いうふうに言ったんですが、はっきりこれ回答してない。で、今回の控訴審の判決も同じように、そのことについては答えていないと、言っていいと思います。で、まあ、その点ですね、私たちは非常に不満があるというふうに考えています。要するにそういう峻別立てるはずがないように、なぜ分けようとしているのかという点で問題があるというように思います。それからもう一つの点ですが、公害に該当するかどうかと、 CO2 の過剰排出が公害に該当するかどうかというような考え方のときに、今回の裁判所の判断は毒物というのを一つキーワードにしております。つまり、大気汚染防止法の解釈というのがあって、まあ、大気汚染というのは毒物によるその被害を防止するためのものであるという、毒物というふうに考えているわけですね。で、まあ
まあ、例えば毒物そのものでなくてもですね、例えば窒素酸化物の大量に出るとですね、光によって高化学スモッグに変化する。それ自体は毒でなくてもその太陽の光によって、有害物質に変化するということはあるんですね。でそうするとまあ、全ての環境汚染防止法上ですね、全ての毒物を予定しているわけじゃないということなわけですが、まあ、裁判所はあの毒物に最後なるんだからそれは公害として考えてもいいんだというような言い方をしたりしているわけですね。いずれにしろ裁判所というのは毒物とあるいは毒物の原因となる物質の排出というのが大気汚染であるというような言い方をに終始しております。でこれはですね、私たちはもう到底納得できない、中身となります。それ自体有害でないものといっても過剰に出ればですね、有害なものってたくさん世の中に存在するわけですね。でそうするとじゃあそれ公害じゃないかっていうのはありえないわけです。例えば隣にケーキ屋さんというのがあってですね、ケーキ製工場があっていい匂いをしていると、だけどもこれはもう大量にですね毎日いつも出るということになればこれは公害に該当するわけですね。現にそれは公害に該当して損害賠償の任用された裁判もあるということで、やはり最終的に何が問題かというのは当該そのものがですね人に被害が与えるかどうか、現にですねその生活環境を大きく変えるものであるかどうかというものがですね唯一の基準であるはずなわけですね。ところがですね、この裁判所というのはそういうふうにですね、毒物というのを有害大気汚染の汚染物質は毒物というふうに考えて、非常に狭く解釈している。例えば鉛とかあるいは硫酸化物の喘息を起こすとかこういったふうに狭く考えているということで、言っているわけです。しかし現実の日常生活ではですね、通常量であれば有害でない物質もですね過剰になれば有害に変化するものがいくらでもたくさんあるわけで、それも皆公害とこれまで扱われてきたわけですね。でそれについての裁判所は判断はしていないというかですね、それあくまで CO2 は毒物でないというですね、それ自体毒物ではないということに、終始しているということになるわけです。で私たちはですねこの裁判の中でその温度が人の生活環境にも被害をもたらすケースということで、水のケースを挙げております。温排水と言われているその熱い水、温かい水というのの過剰排出というのはですね、水槽で汚染の中で公害として扱われているわけですね。ですからそれとどこが違うんだというようなことを私たちは主張しているわけですが、今回裁判所はですね、水の温度の問題は環境基本法の中に特別定めているからそれはそれで入ってもいいやと、しかし大気汚染についてはそういった定めがないからダメだということで峻別論にやはりところも立っています。大気の場合は温度の問題は入らないと、大気汚染の中に入らないというような言い方をですね、この判決の中では含まれております。でそこはその水槽濁防止法の中には水槽濁の中に付加してですね、そういう水質の変化というものも入れているので、そっちは熱は入る、しかし空気は入らないというような言い方をしているんですね。まあ、しかしですね、そのどのようなものが人の被害に与えるかどうかというと、やはり結局のところそれは時代によって大きな変化をもたらすもので、大気がじゃあそれでその被害、どんなに被害をもたらすものであってもですね、それ自体毒でなければ毒、それ自体が直接的に人の被害を与えるものでなければその公害にならないというのはですね、ちょっとありえない解釈だろうというように考えています。例えばですね、CO2 がですね、まあ、これも家庭的な話なんですが、例えば CO2 が過剰排出されてこの部屋を充満するというようなことがあれば皆さん窒息死するわけですが、判決をこの論理から言えばですね、どのような状況下にあってもそれ自体が毒でなければ公害と当たらないというようなことになるわけですね。で、まあ、そういったこととかですね、おかしいわけですね。それからあと現実にですね、ヒートアイランド現象などは熱によって多くの被害をもたらしています。熱中症とかですね、大気が
交渉することによって被害をもたらすというケースとして挙げられているわけですが、これも環境省は熱公害という言葉を使って対応しています。ですからこの公害の概念の中に入れているわけですね。まあ、そういう点で、おかしいというふうに考えています。で、まあ私たちはこの裁判はですね、やはり、当然上告をいたします。今回原告はツバルの方々とツバル国の方々ですね、それから日本環境技術家連盟という環境団体、それからツバルオーバービューという環境団体が原告になっておりますが、 あとその他日本人ですね、日本人が原告ということですが、私たちはこの判決は不当であるので、上告をするという方針であります。最高裁でですね、環境基本法の解釈を改めてですね、問うということになります。まあ、この判決がもし公害だということになればですね、やはりこの影響は非常に大きいというのは私たちは考えています。公害ということになればですね、当然、公害対策基本法のカテゴリーにこの問題が入ってですね、公害対策基本計画の中にこの CO2 の問題が入る、さらに物を建設するときに環境アセスメントも CO2 もそのカテゴリーに入ってくるというようなこともございます。それから CO2 の規制ということで、公害としての直接規制ということもですね、やりやすくなると。それからもっと重要なのはですね、過剰排出が問題だというですね、問題が鮮明になる。つまり CO2 っていうのは誰もが排出しているわけですが、本当はですね、温暖化の根本原因は電力の火力発電の過剰排出なんですね。石炭火力が最も問題で、ほとんどの部分は石炭火力が CO2 の原因になってるんですね、過剰排出の原因になってるわけですね。そこにメスが向けられるという点でもですね、これが公害としてくられることは非常に意味があるわけですが、残念ながら今回はそれが認められなかったということになります。あと何か付け加えることは、なければいろいろもしご質問がございましたらいかがでしょうか。それでは柏木さん、お願いします。今回の判決の特徴はやっぱり被害に注目しなかったということにつきますね。CO2 が過剰排出して今異常気象がたくさん起こっています。でその気候変動の問題はですね、時代に時間がこう時期が進むにつれてですね、目に見えるものになりつつあるんですね。で裁判所はですね、その被害そのものにやっぱり注目をしなかったということにつきます。もしこれが現実の被害をもたらすものというふうに、ちゃんとこうちゃんとしたイマジネーションを持てばですね、被害があるものはやっぱり原因物質があって公害に被害をもたらすわけですから、もう公害としか言いようがない結論になっただろうと思うんですね。しかし裁判所の方は CO2 の問題についてやはり、まだ認識ができなかったというのはとても残念だと思います。これ一審も毒物ということを基準にしているというのは同じなんですか。大体同じ、そうですね、ですね、今回また詳しく書いてありますけど大体同じです。はい、今毒物っていうか、正確には毒性等を含む物質っていうのをしてるんですけど、もともとその環境基本法の中にも毒性等を含むかどうかっていうことを全く触れてなくて要求されていないのでですね、この第一審でいきなり、そういうものを含む物質だってことは条件だっていう条件を付加しているわけですね。でプラス毒性等はじゃあ一体何なのかってことを何の説明もしてないということで、例えば毒性等というのは例えばそのある程度その排出とかですね、何かによって人の健康とかに被害を及ぼすものというふうに考えればまた違う結論ができますし、そんなところも非常に曖昧なままの